宝塚歌劇は今年100周年、「ベルサイユのバラ」公演から40周年を迎え、今月、中日劇場で、「ベルサイユのバラフェルゼント・マリー・アントワネット編」を上演中です。ということで、はい、名古屋を代表するタレントの坪井尚里さんがなんと宝塚を見てきました。はい、ということで、見てきたんですね。ああ見てままいりましたですよ、ねはい、ちなみに坪井さん宝塚は、うん 舞台を生で見たのは初めてなんですか。前もね、見たことあります。あ、そうなんですか。はい、あの、うん、宝塚って熱狂的なファンと、はい、それから、なんかあれ、嫌だなっていう人と、ちょっと分かれますよね、うん。ちょっと特殊な世界なので、うん、なんかこう、入るのがちょっとこう、躊躇されるいう方は多いですよね。はい,はいはい。うん 私なんかはね、ええ、割とあ綺麗だなとか思って、きら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 ステージがしてますやん、ええ、そういうのはもう、あ綺麗いなと思って見ますね、うん。特に男性は少ないですもんね、で見てきたのが「ベルサイユのバラ」の「フェルゼンとマルギア・アントワネット編」ということで、はい、これはもう皆さんご存知だと思います、うん「ベルサイユのバラ」というのは。 宝塚の近年のの最大のヒットでですすよねそうあの独特の雰囲気と池田涼子さんの「ベルサイユのバラ」の世界っていうのが見事に融合したっていうた。で、はい、それにおいては前にもちょっとお話ししました100周年の時にもお話ししましたけれども、ええ、長谷川一夫さんなんかここで絡んでくるわけですよ。うん、はいまあ長谷川一夫と長谷川一夫はいい男ねなんか竜亭千楽さんのね、うん、千楽つづり方教師にも出てくるまあ2枚目の、はい、代名詞 あの人が2枚目でやったそして映画に出た映画に出てくるとだんだん年取ってくるとアップに耐えられなくなるなということでお芝居やりだしたお芝居でもちょっとなということで今度は長谷川一夫さんはこの「ベルサイユのバラ」の演出の方に行くわけですよはい、はい、でそしてまあいろんな人の手を得て今の「ベルサイユのバラ」があるということでこれは近年宝塚の最大のヒットですからそうです、ね、昨日も行きました人気があるんでこれ満員 すごい、ね満<席>ね、宝塚人気がある中で、うん、さらにこの「ベルバラ」はまた一つこう人気のね人、ね、気がありましたですね、はい、で,すもねで私もまああのね「ベルサイユのバラも」も妹が呼んでましたけどもそんなにあの一生懸命呼んだ方でもなくてですねチラチラパラパラぐらいの感じでありましたけれども、はい、ののね、うん、あのアンドレとオスカルが、はい、あの僕は全部主役でガーっていくんやまあまあ基本そうですよ思いました ヘルゼンとマリー・アントアネット編というのがあるとするならば、はいうん、いわゆるアンドレとオスカルはスーッとちょっと脇の方に行くんだということは今回初めて知りましたそれはもうだってあの、はい、オスカルは、うん、あの主役で主人公ですけどはい、はい、マリー・アントアネットを守る騎士としてううと、ね、女性だけど男性のように。この英兵みたたいなもんですかららねねって はい、だからもう一人の主役としてマリーアントワネットっていうのがいて、でマリーアントワネットとアン,アンドレとかオスカーは別に決して恋愛関係とかそんなにならない、ないはい、嫌いの関係ですよね。そうなんですね、信頼関係なんだけどで、はいで、マリーアントワネットはまああの正式な旦那さんはいますが、誰と恋愛するかというところのロマンスが、はい フェ,フェルゼンなもんですから、はい、これ全然全然ちょっとフェルゼンばっか出てきていいのかたいいんですでいいです。いいんですそれはそれでまた一つの,、はい、あのエピソードとして主軸としてあるわけですよ、はい、やっぱり世の中知らんことが多いなと思いましたね <laughs> あそういうような設定の「ベルバラ」もあるんだなと「はい、なんとか変なんとか変ってきっとおそらくね、はいあの「ベルサイユのバラ」っていろんな切り口でもって、うんはい、今まで何度も「

演じるというだから主役ですよね主役でありますしトップ花組のトップこの方もともと月組にいた方なんですけども花組に移ってまいりましてそのトップということでありましたまあこの人もなかなか凛々しい男役としても凛々しいですしあ多分女装してもきっと綺麗だろうと思いますけど基本そうですね。 ああ、もう、実にい,いフェルゼン役。はい、苦悩するフェルゼン。はい。いうことですね。ね。うん。みんなやっぱりあの時代は苦悩してますね。アンドレとオスカルなんかも。うん、あの、ちょうどベルサイユーバラの方は、非難爆発バスチーと覚えました。いました。フランス革命。革命。はい、1789年、はい。うん。革命が起こる。ね。うん、オスカル、君はどっちに着くのだやはり王様の方に着くんだろう。うそして、その重厚は、我々に向けるのか とかなんかいうようなことがあるんですけども、ああ <laughs> いや僕はどっちなんだ。僕は君たちに忠告は向けないっていうようなことで、<laughs> そ昨日見てきてそうだね、ててそんな感じで持って、あ、ねね、と罰収の方まで民衆と共に行くわけですよ。でそういうその時のシーン、はいまあ、そうかそういうようないろいろまあフィクションノンフィクションいろいろ混ぜながらねベルサイユのバラっていうのがあると思うんですけども。はい もう一つ勉強になったのは<何>、私を勉強しました。うん、ブルボン家、これはまあいわゆるね、はいはい、マリア・インタネットのあの、フランス王家。ブルボン家はね、結構あの大変な、その財政難。はい、でだから民衆からら。民衆 あの絞り取ろうと、搾取して、はい。で、映画映画やってる。うん、それがまあ民衆のですね怒りを買って、はい。そしてフランス革命へと移っていくんですけども、財政難のもう一つの理由はね、はい、ブルボン家はね、うん、アメリカの独立戦争に援助してるみたいです。あ、そうなの、ね？はい、うん。ブルボン家はそこに援助を出すことによって一層 ブルボン家は貧窮に追い込まれたんだというの、うん、あ、そうかブルボン家はねアメリカの独立運動にも手をこう貸していたのかと、はい、ベルバラから学ぶ世界史。<laughs> これはまあしかしわからんでもない、はい、言われてみればそうかもというのはフランスとイギリスっていうのはもうついに敵交関係、はい、ね大ライバルですよ、うん、ね。 であのアメリカというのはイギリスから独立しようとしてるわけですから、はい、そうすると、敵の敵は友やあそういうことか、うん、ということはあの、ブルボン家はアメリカを援助しなくてはいけないというようなこともあり、そしてその援助によって、より あの貧しさというのそのわれる財政難を逼迫していく、はい、その分を民衆から取る、うん、そして民衆のこの非難がこうバーと不満が爆発してくるという、うん、あそういうような、うん、あのことからすると、はい、あいろんなことでフランス革命が起こるアメリカの独立戦争も、はい、ひょっとしたらフランス革命の一つの原因になっていたのかも。 わからんな。とい。うふうに思います,ですけどね。はいうん、まあ、そういうことで、安見梨央さんはもう頑張っておりました。人気がありましたですね。はい。はい。ちょうど私の通っていった通路の横をバーンと通ってきましたから、うん、なんとラッキーなことやろ。そういうこともあるんですか。うん 私は一番あのキャッツ見に行った時もやっぱりそういうことですね、はいえー。バーっと猫さんがもう目の前からヒュッと出てきてくれましたですからね。はい、わ私は割,割とあの,あの、観客運というのはいいです。芸人運は悪いです。<laughs> 本当は舞台の上の運をもうちょっとあの、はい、手に入れたかったですけども、観客席での運はいいなと思いながら見ておりましたですね。まあ、今回はそのお芝居があり、はい、そしてあと、ショータイム はちょっっと少なかかたですあそうですか、うん、ね宝塚の公演っていうのはまず一部がお芝居があって 2>,、うん、2, 2部にこうデビューのような形でね歌と、うん、ダンスの、はいはい、ショーがあるわけですあるということでねちょっとそれはあの割合的にはちょっとあの分量的には少ないなぁと思いましたが、はい、それでもやっぱりねあの僕らにとってはあの大満足で。はい、えー 難しいですよだってあそこ階段がほとんどでしょ、<laughs> <laughs> あれ、でこのとこでいろんなこと動くわけでしょ、はい、で、それは誰でも僕ら階段でも上がったり上ったりできますよ、うん、僕らが上がったり上ったりするのは、階段見ながら一歩、二歩、三歩、うん、あこの辺にあ階段あるな、うん、目は全部正面向きながら、何の苦もなく上がったり下がったりするというしかもあ,の、はい、あれ、本当に普通にあの上から下に降りていくための、うん、階段じゃないので、うん、あの 傾斜も普通の階段よりもあるし、多分その階段の幅も狭いので、うん、あ結構危険なんですけど、そこをたたたたたたたって下りていくのがスターの条件です条件、はいまあ、スターでなくても他の人もみんな難なくこ,あのこなしていて、はい、いろんなしかし見方があるなと思いました、みんな踊り上手です、綺麗で、はい、女の人のふわっとしたドレスで踊ったりするんですけども、はい、本当に踊りのですねいわゆるシンクロ度というんでしょうか。はいピシッ とそういったものを見るには、うん、いわゆる黒服黒塩ビ。うんうん、黒塩ビでみんながサッと踊る踊り、うん、これが一番わかるんですうん、うん、このグループがきっっと揃ってるかか。どうかって普通は踊りは言ったりゆったりいろんなね、はい、ふわっとした服でも踊ってもいいんでしょうけどもあの階段のところでの黒塩ビでピシッとみんなで踊るっていうのは今回ちゃんとありました、ね <laughs> はい そんなところも一つ皆さん方ねなかなかいいもんですよ躊躇してるのもったいないですからね6月29日日曜日まで名古屋では中日劇場かなやってますということですのでただなかなか剣が手に入るかどうかもう一っぺんちょっと人気ですから花組公演ということでございました